花田中之助昭和20年1月2日は、日本の陸軍参謀本部、第2部の情報将校、教育者。薩摩藩出身。号は松影。通称に花大人。鹿児島市平野町に生まれる。東場鶴山に学ぶ。明治十年四学校派の一員として、西南戦争に従軍。戦後、東京において、三島中州に学ぶ。 明治13年12月陸軍士官学校に入学。明治16年12月25日、同校を卒業し、同日、不評勝位に任じられた。日露戦争でロシアを混乱させた、赤しも次郎の同期である。明治19年、父死去の法を受けた後、軍務を休職し、鎌倉演学寺の今北校専門家に参戦し、三日で第一の公案を突破する。 その後、鹿児島に戻り一家の釈財を減らすため農業に従事し、明治22年春に、円楽寺において、総道寺牧に展示、明治23年暮れに釈財を完済し、軍務に復帰した。日清戦争に従軍、後、対ロシアの特殊工作に、軍事探偵として従事。明治30年、僧侶に偽装して、ウラジオストックに潜伏。 不況と称して、シベリア、満州、猛攻偵察。ロシア対策に関して、田村伊予像と衝突して退役した。薩摩人ながらも、反伐を憎むことはだしく、陸軍の薩摩伐を一掃した。そのことからもわかるように、豪直で禁煙な性格であり、見識にも優れた面が多かったらしい。明治34年2月、国民協計を目的とする。 団体報徳会の設立のため、当は報徳会発起首奨を発表。教育直後を基本とし地温報徳、観音放射の精神を全国各地に広めた。明治35年4月、鹿児島市報徳会を発会。明治37年、日露戦争が起きると、予備役少佐として招集され、津島警備隊に配属、司令官となった。しかし、 ロシア軍、アレクサンドル・マドリトフ・チューサラによる、馬族怪獣が進むとこれに対抗して、馬族を統括する人物が必要となり、急遽参謀本部に復帰して、満州に渡った。現用者系大陸老人14人と、大陸老人に偽装した、参謀本部情報将校を中核とし、満州馬族をまとめて、満州義軍を編成した。最大時の兵力は3000及んだが、 最新銃器を馬族に支給するロシアに対して、日本軍大本営は、スナイドル銃くらいしか支給せず、やむを得ず、敵から装備を奪って、自軍を増強した。道軍を、明治38年10月に解散。明治39年3月、東亜法徳会を改め、法徳会の故障を開始。同会主位、公領、規約、最速等を公表した。 明治44年4月、期間雑誌、報徳を創刊。ありがとうございます。